ただいま道のく人恋物語か言えた、はい、ということで、やっていきましょう。サエコが女中に化けてるとこからですね、化けてるのか、もともとここで働いたことがあるのかよくわからないけど、はい、あ、いや実は恋人じゃなくて写真のモデルを頼んでる子なんです。まあ写真家でいらっしゃるの卵です。じゃあここら辺へは撮影のために、ええ、素敵な目標が終わりですよね。羨ましいわ。どうも これはしかしでかい。いやそうじゃなくて、目のやり場に困るよな。最後分かっててやってんのかな、これもしかして見せつけてんの。でもカメラマンになるのは大変じゃありませんの。ええ、おかげで恋人を作る暇もありませんよ。まあさあどうするか。ちょっとそんな布団の上でそんなやめてよ。お誘いみたいな感じの座り方するのやめて。そうだ、もし俺から言ってんの、ゆうやから言ってんの、もしよかったら一枚撮らせてもらえませんか。私よ。完全に最後の声じゃん、やっぱ。ええ、でもなんだか恥ずかしいですわ。これで撮影権利とかあったの、最後の。じゃあこうしませんか、花札で勝負しましょう。で俺が勝ったら取らせてください。もうわけわかんないけどね、これなんで相手が基本花札できること前提なの。トランプとかにしろよせめて。一般的じゃねえよ。いいわ、付き合ってあげる。そしてできる。最高だからね。はい、あ、名前変わってる、女中になってる。あー、ちゃんとしてんな、アイコンまで変わってんな。あ、相札なしね。はい、で7回勝負でいいの、7回先勝ちでいいの、サイコシステムでいいの。私が親ね。それとも普通の恋恋。あ、普通の恋恋かな。普通の恋恋っぽいね。光がない、ゲージがないから。どうしようね、どうしようね、ってか出すもんねえんだけど早速。これかな。ああ、取れる。これでなんかあの 人らしいです、真ん中に映ってる赤いの。あー、イノシシ取られたね。まずいね、鹿回収しないとまずいんだ。これでおじさん、あれ、あ、これおじさん回収できないのか、違うやつか。あー、鹿取られたからこれもいらないか、はい、負けそうだな今回。引きが悪いな、何も出せないもんな。はい、うわー、引き悪いな。あ、違う、相札がねえんだ、何もねえんじゃん、相札がねえのか、ちゃんと見ろって話か。なんだよ、じゃあおじさん出すんだな。恋恋しますわ。そう、そういうことか。騙しやがって、騙しやがって。かといってもう相札ないな。これ悪いわね。まあまあ3枚あげるか。恋恋しますわ。こっちが勝てないと見てるな、完全に。これ取れる、でも揃わんな。そうな、真剣で勝ってもこれからだよ、カスガチしても同じだったので、まあまあいいでしょう。 OKOK、 相札なしで油断してた。 OK、 じゃあ冷静に見ていこう。超取られたか。これ取ればまあいいんだけど、取る方法がないのか。これが何に使うのかよく分かってないんだよ、鳥とかここら辺のやつら何に使うかよく分かってないんだよ。とりあえずこれでイノシシ回収しときたいけど回収できないので、今回収できるのはこれか、赤タンか。イノシシ取られたな。回収できるのがないからとりあえずこれ出しといて、自分でこれで回収する。オッケーオッケー。で、月が来れば嬉しいんだが、月のためにこれ出して相手に山を出させる。どう？勝負させていただくわ。勝負するのか。そっか、さっきカスが溜まってたから恋恋してきたんだな。ギリギリまで。まずいな。これからだよ、これから。一戦目落として親取られたの痛いな。親取られるとかなり不利だからな。初手が取られるっていうのはかなり不利なんだよな。で、あらもない。ないな、全然ないな。こんなにないの。だとすると、青タン狙ってっか。
赤単の邪魔はしたいけど、お、青単あと1枚か。多分すぐ狙ってくるだろうな。穴か、穴で花見が完成だね。ただまあいけるね、まだ来い来い。で俺が鹿持ってる限りあいつ命価値は揃えないから、隠し持ちしとくのは結構有利なんだよね。じゃあこれで出すカードがもう少ない。勝負してきそうな気がする。勝負させていただきます。やっぱりかお互いあんま手札が良くなかったな。そういう意味だと俺が勝負するべきだったな。そうだな、強制戦闘だからな。負けたら負けたで進むんだろうなこのゲーム。とりあえずこれで、あーやばい、あーよかったよかったよかった、取れなかった。オッケーオッケー、よっしゃ、はい、これで親を回収しよう。もうすぐ勝負だ。これで微妙な点と親を回収する。あー危ないな、ちょろいもんさ。オッケーオッケー、これで次俺が親だから有利になる。で6戦目も親を取りたいな。花取ってくるかな。かといってこっちが取れるわけではないのだが、うん、あれこれ、その相札なくね俺、あるか、これこれ相札か、あ違う違うけど引けた。でイノシシ、イノシカチョウをこれで一回止めといて、でーだ、何が増えた、あれが増えたのかってことはこれか、はい、よしよし、あと蝶を取ればいい。花取りたいけど花がないんだよね。じゃあ鶴取る準備しとくか。あーくそ取りたかった。まあいや鶴取る。で山か、山いらんけどな。月が来た時むしろ欲しかったから取っときたかったんだけど、ないな全然。ああれ欲しい、これ酒は強いんだよね。よっしゃ、オッケー。だがどうしよう、親か。でも相手カス級だからやめとこう。どうせカス揃いしてくるからあなれなかったかな、あの感じだと。まあ、いいや、優しくしてくれないのね。優しくしてあげないよ、だってお前最後だもん、女中じゃないもん、知ってんもん。さあこれで最後の勝負で親取ったのは大きい。まあとりあえずこれでしょう、これ大きいかな。で花はないからあの花見は取れない、これも取れない、取れるのがない。結構取れるか、あ取れない、こっちかな。ああイノシカチョウもいける。ああしか取られた、そっかそっか、まあそうだね、潰してくるよね、そりゃそうだ。これかな、あー月欲しい、やめて、あーやっぱ月、これ月見取られない、花見だけか。でお互いに花のカードは持ってないんだな、あれそういうことか。でとりあえずこれで、でこれが出せるようになったから、オッケーオッケー、よっしゃ。種だがこれでやっちゃうと、上がっちゃうと負けるので、最低3以上か。とりあえず山かな、でこう、オッケー、ラッキー、まだ足りんね、こいこい。親だから最悪負けて、うわくそ、やられた、やばい、これ負けた。勝負させていただくわ、恋恋してよ、花が欲しかったうわー花継ぎだったな、次まで残ってれば俺の勝ちだったのにな。流せてないの、この程度の男なのね。写真撮れないのか、あこれ単純に写真撮れないっていうロスなのか、ノーデータになっちゃうっていう。どエロい写真撮れたのかな、ごめんなさい、私花札は得意なの。そうね、最後になんだかんだでもう3回4回負けてるよね、1回しか勝ってない。そうだったんですか。レイ君気に入ったわ、今度は私がオフの時に誘ってね。何それ何それ、こんな展開ある、女中さんから誘ってねって。こんな最後何歳、最後20歳は超えてるよね多分。あそうだ、私のテルを書いておくからこの手帳でいい。 LINE じゃないんだね、この時代 LINE はないのね。あテルかテルって言ったらいいな。でもなんか LINE よりね電話の方がねかける勇気が必要だからドキドキするよねはい、どうも。あダメです、それは、あそういうことか、ちょっと、あかぶっちゃった。あん話して、やめろ、なんだこれ。あ
これ、トキコちゃんに勘違いするな。ああ。二人とも髪の毛青いな。血のつながりあるじゃん。地毛？え？普通、あ、トキコちゃん。いや、トキコちゃん、これは明らかにわかるでしょ。手帳持ってね、あいつ。カタカナ？トキコちゃん。違うんだ。これはね。バシーンってくる。なんでそのスタイルに戻るの？ごめんなさいね。私が悪いんです。若い男の部屋に入るときは気をつけなくちゃいけないの。やめろ。なんだお前それ。なんだそれ。げー。違う、誤解だ。俺はただ手帳を取り返そうとして。手帳どこ行ったの？くす。声が裏返ってますよ。ゆうやさん。え？今度のは、ずいぶん手が込んでるんですね。さえこさん。気づいてたの？最初から。最初から気づいてたの？え？さえこさんよ。でしょ？女声。よく分かったわいや、ね。わかるだろ。声、まず声で気づけよ。見た目で気づかなかったとしても。最初から、なんとなく。そう。でも、彼の方は気づかなかったみたい。ひょっとして、馬鹿にされてるのかな？それに、私が彼に、彼が私に何をしようとしたか、あなたも見ていたでしょう。彼は、私と気づかぬまま、力ずくで私を押し倒そうとして。嘘だー！嘘だー！信じてくれよ！ 大丈夫。わかってるから。あら、ずいぶんと強がりだね。そんなに、あなたの王子様が、他の女とイチャつくのが嫌なの？それ嫌だろ。それは嫌だろ。俺のお姫様が、ユーノさんが他の男とイチャついてたら、あーってなるわ。あーってなるわ、バカ野郎。ユーヤくんだって健全な若い男の子なんだもん。女性と二人っきりの部屋にいれば、魔が差しても仕方がないわ。ね、ユーヤくん。なんと言われても平気。ユーヤさんはそんな人じゃないもん。私、ユーヤさんを信じているわ。なんだこれ、なんか、な、な、これ何げー？本当に修羅場になってんだけど。トキコちゃん。これって喜んでいいんだよな。バカね。世の中にはそんな人がいるわけないじゃない。みんな、自分の都合だけで打算的に生きてるだけよ。あなたの王子様だって、自分の将来を捨ててまであなたを救うはずがないわ。かわいそうな人。たとえ、ゆうやさんが私のために。私が自分の運命から逃げられないとしても、本当に信じられる人と出会えた。私の喜びは、あなたにはわからないでしょうね。私は、この思いがあれば、それだけで生きていけるもの。70年ぐらい。あなたには、人を心から信じて、愛したりすることができないの。あ、逃げた。逃げた。トキコ逃げ。トキコじゃねえや。最後逃げた。トキコちゃん、言い過ぎだ。イサベルの。ごめんなさい。あなたのことを言われたから、つい。わかってる。後で俺からも謝っておくから、もういないでしょ。まだ女中で出てくるの、この人。最後。君ももう気するな。ごめんなさい。緩急がなんか TV、うわー！うわー！これはもう、いただきますっていう展開だよ、これはもう。やばいですね。いやー。でも、突然トキコちゃんが現れた時は、びっくりしたよ。心臓が止まるかと思った。いや、止まってた。でも、役得もあったんでしょ？いやー。さっきは信じてるって言ってたじゃないか。冗談よ。勘弁してよ。ああ、汗かいちゃったよ。ちょうどいいじゃない。お風呂に入ってきたな。もう遅いから、空いてると思うの。そうだな。そうするか。じゃあちょっと行ってくるよ。これ、あれか、手帳があるせいで二人いなくなることができないな。婚約できないのか。行ってらっしゃい。そっか。まあ、行くしかないね。あ、いたね。なんなん、この人もう。 いい加減にしてよ。ああ、ほんとだ。空いてるな、空いてるな。お前、まあ、いい加減にしろよ。にしても、すごい湯気だな。向こうに誰か一人入ってるみたいだな。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ああ、もう、はい。こんばんは。もう、なんで2回、あ、俺が言ったのさっきの。はい。さえこさん。一人？そうです。ええ。サイコ様。ってか、なんでバシャバシャしてんの？あ、いえ、サイコさんはなんでここの女中さんに？ここはね、私の実家なの。
マジでトキコちゃんのお母さんとかお姉さん説ない？違うのかな？トキコちゃんと同じじゃん、旅館が実家って。え？サエコさんの実家？ええ、宝刀娘がたまに帰ってきたと思ったらいきなり中井さんの真似事を始めるものだからびっくりしてるわ、お母さん。なんで君はタルカネゴンゾウタカ、ゼニタメナンゾウタカのナンゾウタカの秘書してんの？実家もあるし、なんなの？え、なんで？もっといろんなことできる？なんか弱み握られてんの？最後も。サエコさん、さっきはすいません。トキコちゃんも言い過ぎたって反省してます。ううん、悪いのは私の方ですもの。サエコさん、彼女の言うことは当たってるの。私、男の人を信じることができない女なの。いや、まあそれは過去にいろいろあったんですよ、多分。そういう風になってしまう。うん、愛を信じられないって言った方がいいかな。どうしてなんですか？昔ね、東京の会社で働いていた時のことよ。うん、やっぱ都会に出てたね。同僚のある人を好きになって、うん、結婚の約束までしたの。うん、大きな会社には珍しい、社会の歯車にはなりきれずにささやかな夢を持ち続けている人だったわ。あー、すごいね。うん、この表現でなんか今の日本の社会を表して、今ってか昔から今につながる。うん、結婚したら会社を辞めて二人で輸入雑貨のお店を持とうって。あー、輸入雑貨のお店か、素敵だね。でもしばらくして彼が上司の娘と結婚するっていう話を人事部の部長から聞いたの。へえ。彼は雑貨屋の主人より世界を舞台に活躍するエリートコースへの道を選んだのよ。それは本人には聞いたの？ちゃんと。そんな噂みたいなレベルのもので、なっちゃ、別れちゃった。その時からよ。ああ、なんだこんなものかって。私が信じてきたものは、ただそれさえあれば何があっても大丈夫だとさえ思ってきたものの正体は、なんだこんなものか。なんか誤解な気がする。サエコそれ一人で勝手に思い込んじゃったタイプに見える。大丈夫か？ちゃんと聞いたの？以来会社を辞めてから実家にも帰らずに一人ずっとそう思い続けてきたわ。あなたたちに会うまでは。サエコさん、トキコちゃんって素敵ね。え？不安じゃない、ユウヤくん？もし彼女が君のそばからいなくなって君のことを忘れてしまったら？なんか暗示してる気がすんな、これ。自分のかけがえのないものすべてを否定されてしまうのが怖くない？そうなってしまうのは怖いね。でも不安はないよ。え？俺にとっての真実の彼女は怒りっぽくて泣き虫で、ちょっと意地っ張りだけど、とっても可愛い笑顔を見せてくれる彼女だから。彼女にどんな事情があっても、たとえ二度と会えなくなっても、俺の中には彼女がいるし、彼女の心にも俺の思いは残っていると信じてるから。羨ましいわ。私にもそんな愛があればね。ありますよ、サエコさんになら。うん、誰にだって愛はあります。信じてるんです、信じるんですよ、サエコさん。たとえ周りの人間がどう言おうと、本当に好きな人、愛は人の思いを受けて育つんです。ゆうやか。私にも、まだ人を愛するかしら。もちろんですよ。私、生まれ変わりたい。人を愛したいわ。私を取ってくれる？なんで？あなたの愛で、私を生まれ変わらせて。なんで？どうしてそうなったの？なんなのこれ？わかんねえよ、情緒が。2回権利残ってるけどさ、2回じゃ足りなくないこれ。2回じゃ足りない気がする。サエコさん、今のは権利使わなくていいですよね。君からの申しだもんね。君からの申請だから、取る権利なしでいこうよ。今のサエコさん、とても素敵な顔してますよ。素敵な表情してます。ありがとう、君のおかげよ。さあ、どういう。大人の色気。大人の色気だね。サエコはお姉さんタイプだもんね。ゆうやくん、今までごめんなさい。いいんですよ、もう生まれ変わる前のことは忘れましょう。ありがとう。あ、やっぱ、あー、消費してる。くそー、ちくしょー。自由に動いてみてください。自由に、ええ、サエコさんの好きなように自由にしていいんですよ。どうなる。あー、くそーってことは3枚目か。4枚目か。羨ましいわ。え、うん、なんでもないの。
トキコちゃんが羨ましいって言ったのよ。勝負勝負、なんでよなんでよ、他のお客さん来んの、来るか、あれでも消えただろ、消えたってことは2枚だったもんな。他のお客さん来るとこで2人で撮影会始めんだよ。とんでもないよそれ、いっぱいライブレベルで。それと今までごめんなさい、もうあなたたちの邪魔はしないわ。え、タルカでゴンゾーはいいの、サエコさん、ユウヤくん、お願いよ、彼女を守ってあげてね。わかんねえな。え、さようなら。女心ってわかんねえ。全然わかんねえ。青森、俺たちはどうなるんだろう。なんでいきなり、なんでいきなり青森のこと考え始めた。あ、青森は来てるってことか、そういうことか。うわ、すっげえ海越えた今、車で海越えた。恐れ山、恐れ山来たな。恐れ山か、今の写真どうだったんだろうな。ピョーン、バタ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 、風が強いわ、風が変わった。タクト、寒くない？ちょっと俺のジャケットも着る。うん、大丈夫ねえ。恐れ山って死んだ人の魂が一度はここを訪れるって言われてることを知ってる？いや、そうなんだ。父さんに会えるかな。ああ、そういうことね。なるほど、そっか。お父さん映るかな、よっつってこう、よっつって肩のところに。お父さん映ったらどうしよう。急になんかゼロみたいな、そういうシステムに変わるかもしれないな、お父さん退治システムに。はい、じゃあ時間もいいとかなので、ここで終了して一旦休憩して、裏で勝負してマックスにしておきます。はい、ありがとうございました。ありがとうね。もう最終回近いのかな。